どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はパリシャルルドゴールド空港に来ております。前回ね、空港についてバスに乗るところで動画ね区切らせていただきましたので、続きね楽しんでいただければなと思います。今回ね、とあるホテルにも宿泊いたしますので、そちらもね楽しみにしてください。では本編の方をどうぞ。ではバス来ました。こんな感じのバスが来ます。はい。はい。ああ、クレジットカード。シェフシェフシェフ、メシュメシュ。ヘロー、ドクター。Ça va descendre, ça. Excusez-moi, monsieur. Si vous validez pas, ce sera pas possible. Have you pass? It's okay. Okay. Thank you. それでは無事乗ることができました。ちょっとね、現金をスタンバってたんですけど、カードで払ってくれないかということで、急遽レボリュートでタッチ決済で払いました。タッチで払えるのは楽でいいですね。でね、この、まあ、してる方も多いと思いますけど。非常に引っ掛けがね、多いみたいで、このスーツケースをね、ここに置いて、まあ、搭乗するんですけども、まあ、このスーツケースもね、まあ、気をつけてみたいなね、ブログで書いてありましたので、まあ、この点はね、気をつけていきましょう。まあ、特に女性のグループの方とかね、まあ、引きずられてバッグを引っ掛けられるとかね、そういうのもなんか、あったりなかったりするみたいなので、一気につまんなくなっちゃいますので、できることの防衛はしていきましょう。電車だったかな、はい、電車の方がなんか治安が良くないみたいな話を聞いております。まあ、それはどこの国でも一緒なんですけど、できるだけの、ね、予防はしといておきましょう。だいたいね、1時間ぐらいかかるということですので、とバスに揺られてね、行きたいと思います。やはりね、乗り場はあそこで合ってたみたいですね。はい、ということで渋滞しないことを祈って、渋滞するとね、あの 1.5 倍から2倍とかねかかるそうなんで、渋滞しないことを祈ります。まあ、平日のね起きるなんて大丈夫じゃないかななんて思ってるんですけど、どうでしょう。ということで、ではオペラ座まで到着を待ちましょう。荷物を座席や通路に置かないでください。身の回り品の盗難に気をつけてください。車内では無料で Wi-Fi が使えます。快適な旅行となりますように。まさかですが、日本語のアナウンスも流れるんですね。非常に安心感があっていいですね。ということで、私はね、ターミナルもう一個回ると思ってたけど、これは回らないみたいですね。もしくは私が乗ったのが2番目のターミナルだったのか。まあ、ひとまずね、オペラまで直通ということですんで、まあ、ひとまずね、荷物の心配せずちょっとゆったりしながらね、 Wi-Fi でネットサーフィンしながら、オペラ座までね行きたいと思います。乗ってきたバスはこちらですね。はい、ダイレクトルビーズバス。ちょっと読み方が間違ってたすいません。まあ、非常に快適でした。はい、ということでホテル向かいたいと思います。ちょっと調べながら行ってるんで、ちょっと見づらい部分があるかもしれませんが、ご了承ください。いやー、来ましたね。これがパリなんですね。いや、思った以上にね、タバコ吸ってる人が、まあ、いるんでしょうけど、いやー、ドイツに比べたらタバコ臭くないんでいいですね。いやー、すごいかっこいい建物が全部。まあ、実はっていうわけじゃないんですけど、さっきのシャトルバスも私の前の方が一人いて、それを割って入ってくる人がいたんですよ。二人組で、しかもお金払わないで入ってって、で結局運転手さんに出ろみたいなことを言われてて、で片方の人が、まあ、私カメラ構えながらね、乗ってたりするじゃないですか。この人ビデオ回してるみたいなことも言ってたんで、ああやってお金を払わず乗って物を取っていくみたいな、そういう感じなんですかね。いや、非常に怖かったです。あ、まあ、結局ね、
ダメだこりゃみたいな感じで降りてきましたけど、ちょっと一体何してんのかよく分かんなかったですね。ちょっと恐ろしい思いをしました。本当に私の窓なりに行って入ってったんで、最初言葉が分かんないのかと思ってて、私はしたら分かるみたいですね。はい、まあ喋ってるのは英語だったんでね。わあすごいな。いやーこんなに街綺麗なんですね。綺麗っていうかなんていうか、歴史的な建物がずっと並んでるんですね、パリって。初めて来ましたけど、でもやっぱりフランスもテラス席でタバコ吸いながらあれなんですね、ゆっくりできるんですね。いやーすごいな。日本はないですよね、テラス席でタバコ吸えるって。東京じゃなさそうだな。あんのかな、私が知らないだけかもしれない。いやー素敵な街ですね。では本日のホテルはですね、まあ、オペラ座っていう地区にね今回来ておりまして、非常にホテル迷ったんですけど、ちょっと今回はヒルトンにしました。ということでヒルトンオペラ、こちらに2泊お世話になります。まあ、ちょっとねマリオットと非常に迷ったんですけども、まあ、ヒルトンもね、中心地のホテル泊まっていきたいなというふうに思いますのと、やはりね情報とかブログとか YouTube もそうですけど、やっぱりマリオットの方は情報が多いんで、まあ、ちょっとヒルトンで行きたいなと思う所存でございます。ということなんで、今回はねヒルトンオペラ、2泊させていただいて、どんな感じでねダイヤモンドセーター使えるのか、ラウンジがねなんかあるとかないとかなんかねあるって書いてあるブログは一応見たんですけど、でも食事がなんか一覧で載ってるわけではなくて、これが無料になりましたみたいなことを言ってたんで、もしかしたらホテルクレジット対応みたいなのかもしれないですね。ちょっとここはねはっきりしないです。まあ利用できたら最高ですね。やはりニューヨークもそうですけども、パリも非常に物価が高いと聞いてます。おお怖っ、あ止まんのかいや信号は青なんですよ、信号は青なんですけど車突っ込んできたからびっくりしちゃった。ちょっと私ね適当に歩き出しちゃったんで、さっきの停留所からちょっと遠回りしてるかもしれないです。一応多分合ってると思うんですけど、ちょっとあれですね、遠回りしちゃってるかもしれないですね。パリをよく知ってる人からすると、いやーでもすごいな、ちょっとテンションめっちゃ上がってますよ。いやー美しい街並みが、これがパリなんですね。いやー美しいとは聞いてましたけども、ここまでとは本当になんかどこを見ても絵になるような建物ばっかりなんですね。普通にこの ATM 路面の ATM だけど普通に皆さん利用されてる。ちょっと日本人の私からするとこういう路面の ATM はちょっと怖くて利用できないですけども、まあ、それも慣れなんでしょうね。まあ、今ね結構日差し強くて、まあ、暑いっちゃ暑いぐらいですね。すごい暑いかって言われるとそんなでもない、風が結構気持ちいい感じで冷たいです。パリではヒルトンのステータスはどんな感じで使えるんでしょうね。本当にドイツでマリオットのステータスは本当に使えますからね。お酒も飲めるしソフトドリンクも飲めるし、もうそろそろ着くはず。ここら辺かな、ここら辺だと思います。ここら辺だと思うんですけども、どっかに看板出てないかな、あれかな、あれっぽいぞ、あれかな、これかな、違うかな、
多分これだと思います。この右側の建物ですね。はい、こちらです。あ、そうですね、ヒルトンって書いてある。おー、すごい、結構な繁華街にありますね。目の前にマックあるしはい、ということで到着しました。ちょっとチェックインさせてもらえるかわからないですけども、突撃したいと思います。ヒルトンパリス、パリオペラということで、すごい、めっちゃかっこいいですね。下がれるかな。はい、こんな感じになってます。あら、泣いちゃってるのボーイが泣きながら歩いてる。ママに怒られちゃったの。よいしょ。ではとりあえず今ね13時半ということで、ちょっとチェックインできるかわかんないですけども、突撃したいと思います。では行ってきます。ということでチェックインはねまだできないんですけども、今ね部屋の準備をしてくれるということで、まあ多分ね早々に入れてもらえるのではないのかなと思います。いやー、ありがたいですね。で、皆さん映ってます？これやばくないですか、これこの高級感やばいですね。いや、非常にね、ホテル自体は綺麗っていうね情報は事前情報でいただいてたんですけども、これやばいですね。ちょっと私がいない方がいいな。やばくないですかこれすごいですよね。ちょっと入った瞬間ね、高級感に圧倒されたんですけども、いやーすごい。で、この今ね座ってるのがバーエリアみたいなところで、まあ、もちろんお金はかかるわけなんですけども、もしね注文したかったら飲み物も注文できると。はい、いやすごいですね。ということでこちらにね2泊お世話になります。で、詳細はねまた中で話そうかなと思うんですけども、ひとまずね今準備しているということですので、ここら辺で待ちたいと思います。で、そうですね、ひとまずちょっとね疲れましたので、ここら辺でゆっくりしていきましょう。それではチェックインできました。138号室です。行ってみたいと思います。よいしょ。どうでしょうか。ちょっと私はね荷物入れに入ってしまったんですが、いかがでしょうか。電気、わーすごいですね。めちゃめちゃ高級感がある。ちょっとヒルトンとは思えないですね。このヨーロッパ系のヒルトンはこういう感じなんですかね。ドイツのミュンヘンの空港のヒルトンもすごかったですけども、ここはまたさらにレベルが高い気がしますね。どこから見ていきましょうか。とりあえずベッドからいきましょうか。はい、こんな感じになっております。いやーすごいですね。ベッドも大きい。これダブルベッドだと思いますけど、なんかダブルベッドでもさらに大きい気がしますね。今回ねアップグレードはできませんっていうのをね事前にメールいただいたんですよね。いや、わざわざメールまでいただいてね、申し訳ない限りです。まあ満室みたいな感じであれみたいなんですけど、まあ全然いいですね。いやすごいということで見ていきましょうか。ここに Wi-Fi のルームサービスも QR コードなんですね。すごい時代は QR コードを読み込む感じなんですね。引き出しは何も入ってないです。で、こちらに今こう電気つけたのここですね。で、こちらも電気で、こちらはコンセントで USB タイプ A の入口が2つですね。この赤いの何なんだろうな。これ何、これ押していいのかな、これ怖っこれ何ですかね。これ押さない方がいいんじゃないちょっとこれ分かんないです。これやめましょう。ちょっと緊急ボタンとかだったらどうしよう。そんなのホテルにあんのかな。ちょっと分かんないんでそっとしておきます。で、こちら側に目覚まし時計と USB ポート、まあ反対側と一緒ですね。これは特に
USB とかついてないです。あの目覚まし時計ですね。でこちらに電気があると。で引き出しは何かあるかな。いや引き出しは何も入ってないですね。でこちらに、あこちらにミニバーとあれがあるんですね。よいしょ。こちらがクローゼットまずなっております。まあハンガーがあって、アイロン、あとクリーニングバッグとアイロン台と、おお、ここにバスローブが入ってるんだ。あ、こちらバスローブが入ってますね。あれ、あ、こっちに入ってる。はい、バスローブとスリッパありますね。珍しい、珍しい。まあヨーロッパはスリッパあるっぽいですね。この前のホテルもドイツ2つもありましたもんね、スリッパね。でこちらにコーヒーマシン、まあコーヒーマシンっていうかケトルですね。はい。でスティックタイプのネスカフェが置いてあります。あとティーあります。あとはそんなもんですかね。あとはミニバーは、あ、ないんですね。はい。何これこれちょっと分かんないですね。なんかワイン入ってますね。何このワインこれミニバーなんですかね、きっと。わかんないですけど、ワイン1本だけ入ってるって未だにちょっとないケースなんでちょっと戸惑いましたけども、はい。客室はこんな感じで、あとこっち側にテレビ、お、ソニーのテレビですね。はい。ということでソニーのテレビで、こちらが何インチだ、60インチぐらいありそうですね。いや、しっかり仕事ができそうなデスクがついております。USB ポート2つのコンセントも2つで、まあソニーのテレビなんでね、はい、リモコンが見たことあるやつですね。はい、日本語表記ではないですけどね。でここの引き出しとかなんかあるのかな。あれ一応開くけど、なんか開けない方がいいのかな、これ。やめときましょう、うん、なんか引き出しっぽいけど止めてある気がしますね。はい。ということでこっち側に窓がありまして、これねちょっと今開けたんですけど、軽くほんのちょっとだけ開いて、なんか本当にね壁がかなり近いところにあって、ちょっと眺望はね楽しめないっていう感じですね。あれ閉め方どうだったの、これだったかな。はい。で反対側も同じようにね窓があります。ではバスルーム行きましょうかね。はい。ということでバスルームはこちらになります。でアメニティは、あ、やはりヒルトンなんで、ヒルトンはヒルトンで一緒なんですね。アメニティはこちらになっております。で、まあ、設計も一緒ですね。はい。下にシャワーキャップが入っております。でタオルとティッシュで拡大鏡がありますね。で下の方にタオル、バスタオルが入ってますね。でそのままぶち抜きっていうか、同じフロアにお手洗いが一緒についている感じで、こちらに、シャワーブース、一応ねあのダメだったみたいですね。一応ね、バスタブリクエストしたんですけど、チェックインの時は大丈夫みたいなことを言ってた気がするんですけどね、ちょっとよくわかんないんで、もういいかなと思います。はい。固定式と可動式1個ずつですね。アメニティ等々は他にはない感じになります。はい、という感じですね。ということでこちらに2泊ねお世話になります。いや非常に珍しい間取りですね。ここに扉があって、もうその目の前がねあのベッドっていう感じで、で隣にお風呂がある感じですね。いやでもね、このホテル自体がね非常に重厚感があってかっこいいですね。また高級感もねめちゃめちゃあるんで、まあ、ここねヒルトンパリ、ヒルトンパリオペラっていうホテルなんですけど、本当にヒルトンじゃないみたいなね、そんな感じですね。いや非常にねいいです。で今回ねこのホテルなんですけども、ヒルトンポイントで抑えております。2泊でね12万か14万かどっちかだったと思うんですけども、まあ、そのぐらいのポイントね抑えることができて、ここね結構高いんですよね。1泊500ユーロとかね、そのぐらいするんですよね。
結構高いです。ですのでここだったらね、今ちょっと円安がね進んでるんで、あのそれをレートでいくと多分1ポイント1円以上で、まあ、使えてるんじゃないのかなと思います。でこのねヒルトンパリペラ、このホテルはですねエグゼクティブクラブラウンジがねあるんですね。私ねなんかないんじゃないかななんていうふうに思ってたんですけども、ラウンジあります。でラウンジはね一応ここあの138っていう1階の客室なんですけど、階数的には2階みたいな感じで、で1階がロビーで、ロビーが本当の1階で、まあ、1階の客室は実質あ、まあ、セカンドフロアみたいな感じで、まあ、2階部分にね位置してるみたいな感じになります。でラウンジもねあるということで、ちょっとねこれ終わったらラウンジ行こうかななんていうふうに思ってるんですけども、ちょっと申し訳ないことにね、今日はね移動しているっていう日になりますんで、今日はね編集作業ねさせていただきたいというふうに思いますので、まあ、ちょっと今日のところはラウンジ行きつつ仕事しつつ、まあ、それを繰り返してですね今日のところは過ごしていきたいなと思います。今ね午後の3時ということで、結局ねここのホテルに来たのが1時半ぐらいだったんで、まあ、1時間半ぐらい待たされた感じですね。ちょっとこれはねよくわかんない。いやね荷物預けてねちょっとどっか行こうかなと思ってたんで、ちょっとね待っててって言うんだったら早めに入れてほしかったなっていうところですよね。いや私もねここでウェイティングヒアみたいな感じでバーで待っててみたいな感じでねチェックインの人に言われたんで、あここで待ってればじゃあ早めに入れるのかなと思って待ってたんですけども、まあいくら暮らせと呼ばれず、結局私から聞いたら入れたっていうちょっとねよくわかんない状況なんですよね。まあとりあえずまあそれは置いといて、とりあえずラウンジは利用できるのと朝食もね利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、ヒルトンダイヤモンドステータス持ってる方はねこのホテルいいんじゃないですかね。この物価の高いパリでねラウンジが使えるっていうのはねかなりいいと思います。ということでひとまずねラウンジねちょっと見に行きたいなと思います。どんな感じでねサービスあるんですかね。一応ねハッピーアワーみたいな時間もあるので、まあ、もしかしたらお酒等々もね振る舞われているのかもしれないですね。まあそこら辺もねチェックできればなと思います。とりあえず行きましょう。ということでラウンジに来ました。ちょっとあれも見ていきたいなと思います。こちらお水とこちらはティーですかね。はい、でこちらにポップコーンがあって、ドライフルーツとくるみとレーズンですね。あとコーヒーマシンがあります。いいですね。コーヒー飲みましょう。ということで時刻はね5時40分ということで、このホテルはねクラブラウンジにはハッピーアワーっていうのはね5時半から始まってるそうなので、ちょっとそちらね見に行きたいと思います。お酒とかね出てるんですかね。ちょっとそこら辺の情報も全然わかんないんで、ひとまずね行ってみたいと思います。それではこちらにねコーラとか酒ハイネケンありますね。0% のアルコールフリーのやつもありますね。はい、あとはオレンジーナとかスプライト、いいですね。で、こちらは何だろう、ピザかな、ちょっとわからないですけど、はい、ピザとパンと、すごいですね。ちょっとこれは何かわからないですね。はい、あとサラダとチーズ、あとこれはケーキですかね。はい、これは何だろう。あとケーキ、あと白身魚とマッシュルームかなっていう感じであります。あとワインとあとお水ですね。いやでも非常にすごい多いですね。ということでいただいてまいりました。まあせっかくなんでねパリの街をバックにビール、あとねチーズとこれコールスローなのかな、あと ピザ、あとお魚と、あとあったかいホットミールみたいなのがあったので一応撮ってきたんですけど、ちょっと写真撮って出しておきますね。もうここら辺の白身魚とかこれはチーズだと思う。ちょっ
ちょっと何かわからない部分が多いですね。ということでいただきたいと思います。ランジョンティさんすごい親切でね、ありがたいですね。私がフォークとか持ってたらね、もうセットしてあるから取らなくていいよって教えてくれました。ですけれども、ちょっと私はその英語が分かんなくてオロオロしてたらオッケーオッケーみたいな感じでしたね、はい、ということでいただきます。ハイネケの血です。いや、この血、多分これはチーズパンですよね。いただきます、うん、あ、これめちゃくちゃうまいです。これめちゃくちゃうまいですね。ではこのコールスロー、うん、あ、これは本当にキャベツと人参のコールスローっていう感じですね。いや、めちゃくちゃ美味しいです。これ日本にもある味ですね、うん、あとはこれナスのホットミールみたいな、ナスかな、あれかもしれない、キノコかもしれない、うん、これはナスですね。あ、これも美味しいです。ちょっと味付けが全然分かんなくて、全然ちょっとしか取らなかったんですけど、美味しいですね。これは白身魚、美味しいです。白身魚はだいぶ薄味で、うん、あれですね、ミュンヘンの空港ホテルとは違って、ここのラウンジはやはり皆さん利用される方多いみたいで、結構にぎわってますね。5、6組ぐらいですかね。席が埋まってるとかそういうことはなさそうですね。いや、フランスパリでいただけるっていうのは本当にいいですね。ありがたいです。まだ全然編集終わってないんで、はい、今5時、まあ、そろそろ6時なんですけど、はい、客室戻ってね、さらに編集頑張りたいと思います。ひとまずそうですね、夕飯ここで今日は済ましてしまいましょうかね、はい、ということで、あとはゆっくりいただきたいと思います。ということで、今ね、午後の10時ということで、なんとかね、編集の目処が立ちましたので、本日の方は休んで、明日ね、朝からパリのね、観光に行きたいと思います。ということで、いや本当にね、このパリオペラのヒルトンね、めちゃくちゃいいですね。はい、この客室もね、やっぱり普通のスタンダードルームにしてやっぱり広すぎるなと思いますし、またラウンジもね、利用できるっていうので、いや、いいですね。ここね、パリ来られる方結構いいのではないのかな、なんていうふうに思います。ということで、今日のところはね、ちょっと休んで、明日ね、パリの観光行きたいと思います。ということで、今ね、まだ編集終わったばっかりなんで、これからね、お風呂と歯磨き等々して寝たいと思います。ということで、おやすみなさい。また明日です。おはようございます。ただいま朝の7時5分でございます。はい、ということで、このヒルトンパリにはですね、朝食ダイヤモンドステータス、まあゴールドステータスもね、そうですけれども、利用することができますので、今からね、朝食食べに行きたいと思います。で、なんとですね、今このパリに今いるんですけども、本日ですね、 ANA のプレミアムポイント2倍キャンペーンプラス、大衆路線プラス500ポイント、さらに、国際線もプレミアムポイント2倍キャンペーンがね、発表されましたということで、本日ですね、ちょっと観光に来たかったんですけども、ちょっと午前中はですね、こちらの動画を作ろうかと思います。ということで、ちょっとね、パリの観光ちょっと短くなってしまうんですけども、ちょっと午前中はね、編集を少なめにして、この動画ね、作りたいと思います。ということで、ひとまずね、朝食行きたいと思います。ということで、朝食行きましょう。朝食はね、ラウンジの隣のレストランでいただけるそうなので、今から行きたいと思います。では行きましょう。では中入ってきました。食べ物見ていきましょう。こちらシリアルですね。シリアル、これはあれですね、オートミールですね。あとこちらはハムとサラダ、サーモン、あとヨーグルトとかですね。すごいジャムの種類これはすごいですね。で、こっちがパン。あ、フランスパンがありますね。いや、これは食べないわけにはいかないですね。ちょっとカッティングした後でいただきましょう。生ハム
すげえカッティング方式ですね。これはちょっと感動ですね。すごい。でこっちにワッフル、食パン、ワッフル、あとパンですね。あとパンを焼くやつもあります。あ、朝食会場は奥もあるんだ。かなり広いですね。こっちにはソーセージ、ポテト、ベーコン、トマト、スクランブルエッグ、あとパンケーキですね。はい、ということで、あとは飲み物、コーヒーとフレッシュジュースもどっかにあるのかな。朝食会場はこんな感じになってます。でこちらにフレッシュジュースですね。アップル、グレープ、オレンジとお水、あと持って帰り OK のコーヒーもありますね。あとティーもありますね。ということで、それではいただきたいと思います。いやー、今パリのね、朝を迎えてます。ちょうどね、窓際の席がね、あの朝食会場、今全然誰、一組二組ぐらいしかいらっしゃらないんで、非常に優雅な朝を迎えておりますけれども、パリのね、この通りを見ながら、はい、いただいております。ということで、いただきましょう。ではまずこちらとカプチーノとオレンジジュースですね。まずオレンジジュースからいただきましょうか。フレッシュです。はい、粒々が入っている。今日こちらの現地時間7月10日なんですけど、涼しいですね。はい、今ロンティーと T シャツで、今長ズボンなんですけど、今窓際の席でかなり涼しいです。多分このまま外に出たら寒いだろうな。こんな感じなんですね、気候はね。まだ夏本番とは言ってない感じですね。ではいただきましょう。ちょっと撮ったものを説明しますね。ちょっと画像を載せておきますね。クロワッサン、トマト、これはカッティングしたフランスパンと、カッティングした生ハムとベーコン、ハム、サラダという感じですね。ひとまずこれでいただきたいと思います。クロワッサンはね、思った以上に大きいですよね。うん、でこのフランスパンどうなんでしょうか。フランスといえばフランスパンですけども、ちょっと楽しみです。でもめちゃくちゃやっぱ硬そうですね。ということで、いただきたいと思います。ではいただきましょう。いやー、めちゃくちゃ美味しそうですね。これはね、フランス、パリに限らずなんですけども、まあ、アメリカもそうですし、まあ、ヨーロッパも今数軒渡り歩いてきてますけども、ブッフェはハエがたかってますねこれ言っていいかどうかすげえ迷ったんですけど、うん、まあ、こういうもんなのかもしれないですね。ではフランスパンいただきたいと思います。潔癖症の人はね、正直無理かもしれないです、うん、昨日とか私が食べたものは大丈夫でしたけど、こういうパンとかもね、置いてあったんですけど、はい、めっちゃこんにちはしてました。あとビールとかコーラとか置いてある冷蔵庫とかも、多分あれは気が甘いのか何なのか分かんないですけど、うん、ビールってほっとくとすごい、僕居酒屋で昔バイトしたんですけど、すごい肺寄ってくるんで、まあ多分気が甘いのか何なのか分かんないですけど、ちょっと潔癖症の人はね、ブッフェとかラウンジの食事とか無理かもしれないですね、うん、皆さん結構普通に利用されてましたけど、見えてないわけは多分ないと思うんですよ、ね、うん、まあまあな量いたんでちょっと幻滅させて申し訳ないですけど、これがね、ちょっと思いました。言うかどうか迷ったんですけど、まあ、正直レビューということで、ね、ということでフランスパン、あ、おいしい、あ、めちゃくちゃうまいですね。フランスパンを久しぶりに食べましたけど、美味しいです。ではちょっと気になってた、この自分でカッティングする系の生ハム、うん、うん、あ、
美味しい。これやっぱり自分でカッティングする生ハム、いつも食べてる生ハムとはやっぱ違ってめちゃくちゃ美味しいですね。あれを4分の1ぐらいにカットして持って帰りたいぐらいですね。自分で切れることもあってちょっとあの分厚めにも切れるじゃないですか。いや美味しい。これちょっともう一回後でいただきたいと思います。まあ明日の朝もここでいただくんですけど、いやめちゃめちゃ美味しいですね。ちょっと生ハムにこんな感動すると思わなかった。本当にめちゃくちゃ美味しいです。あとはこのベーコンもちょっとアメリカとカリカリベーコンなんですけどちょっと違う感じがしますね。ベーコンも同じですね、でも美味しいです、カリカリベーコンね。なんだかんだ1個ぐらい食べちゃうカリカリベーコン。ということで、あとはどでかいクロワッサンいただきたいと思います。フランスのクロワッサンは中はふわふわでめちゃくちゃ美味しいと聞いてますんで、いただきます。いや美味しいですねこれ。これ美味しいですね、ちょっとこの私が取ったやつはね若干あの濃いめに焼いてある感じですけど、めちゃくちゃ美味しいです。こんなところでしょうか。あとはねちょっとゆっくりいただきたいと思います。ちょっとねこの窓際はね、あの多分これ感染対策だと思うんですけど窓開いてるんですよ軽く。寒い。ちょっとね失敗しましたね、ということであとね残りいただきたいと思います。いや非常に朝ごはん美味しいですね。これはステータス特典で食べれるっていうのは本当にめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。ということで外に出てまいりました。時刻は10時半。まあ一本動画作ったとした感じにしてはいいでしょう。まあひとまずね私はパリに来るのが初めてということで、右も左もわからないんですけども、まあひとまずね、ランドマーク的なものはね見て帰りたいなと思っておりますんで、あのガイドブックに載ってるような場所にね行きたいと思います。はい、ということで、いやめちゃくちゃいい天気ですね今日は。こちら現地で7月11日なんですけども、今日はちょうど長ズボンと半袖でちょうどいいぐらいですかね。暑くも寒くもない感じで、ずっと日を浴びてたら暑いのかな。でも私が今この感じだと全然暑くも寒くもないんでちょうどいいです。すごいですねフランスパリは。なんかどこ向いてもどこも素敵ですね。これが世界中を魅了しているパリの魅力なんでしょうね。すごずっとこの素敵な建築がずっと広がっているのがすごいですよね。でひとまずね、今歩いて向かっているのは、凱旋門に向かっております。いやー本当にあれですね、初めて来ましたばりのところに行きたいと思います。せっかく初めて来てるんですし、ちょっと凱旋門とかエッフェル塔とかセーヌ川とかね、ノートラダム大聖堂とも行きたいなとか思ってたんですけど、確か火事になっちゃったんですよね確かね数年前に。いやーどこ向いても素敵だわ。やっぱり歩き出したら暑い。日陰行きましょう。でもいいですねフランスは。ドイツほどタバコ臭くない、これはただ単にあの私がいたミュンヘンのあの街がそうだったのかもしれないですけど、いやあの繁華街はきつかったな、人が多かったっていうのも原因なのかもしれないですけど、あれ信号じゃない、危ない。ここもあれですね、フランスもきっと信号はあるけど車は来なかったら行けみたいな感じなのかな。今一緒に歩行者の人が渡ったんで突撃しようと思ったら危なかったですね。普通に引かれるところだったら信号赤でしたね。いやー素敵だー、素敵です。
まあここら辺はいろんなお店が並んでるんですね。うん、まあでもちょこちょこ空いてるお店もやはりあるんですね。うん、これは潰れちゃったのかな。ちょっと申し訳ないんですけど、私フランス、パリの知識はもう全然ないんで、あのここがどれぐらい有名な通りかっていうのも正直全然分かっておりません。まあ中心地だろうなっていうことぐらいで、はい、申し訳ないです。あ、寿司ラウンジありますね。はい、日本食にすぐ気になってしまう寿司ラウンジがあります。なんかフランスも日本食は非常に多いみたいで、ラーメン屋さんとかもすごいたくさんあるみたいですね。一風堂もあるみたいで、でなんかお惣菜屋さんがあって、ああいいなと思って行きたいなと思ったら今は休業してるみたいですね。ああすごい。あら、かわいい黒人のかわいいボーイがママに怒られてるみたい。飛び出しちゃダメよって言われてるのかな。私もよく息子に絶対飛び出すなってよく言ってるんで、ちょっとね空港で多分話してると思うんですけど、あのバスのとこでね、ちょっと怖いっていうか、ちょっとお金も払わずねバスに乗ってきた人たちがいて、その人たちがバスの運転手さんに怒られて出てってみたいな、ちょっとそれをねフランスに着いた初っ端にもうちょっと目の、特にその人たちが悪いことしたわけじゃないんですけど、まあお金払わず乗ろうとしたっていうのと、私にちょっとこいつビデオ回してるぜみたいなことを言ってきた私にね、それもちょっとね怖かったんですよね。ですので、ね、かなりビビってます初めてニューヨーク来た並みにちょっとビビってますね。まあ多分大丈夫なんでしょうけども、やっぱりちょっと怖いですね。うん、初っ端がそれだったんで。いやーすごいな本当に。パリの街は美しいと聞いてましたけど、こんなにあれなんですね。どこを撮っても絵になるような感じなんですね。これは何のお店かな、文房具屋さんかな。文房具屋さんでもおしゃれに見えるこの感じ。あ、ここは絨毯、ここはスーツ屋さん。面白い。結構バイクが中ね、とことこ止まってるんですね。車もめちゃくちゃ走ってますけど、もう本当に素敵しか言葉が出てこないですね。うん。ようこそって書いてある。ああ、ようこそって書いてありますね。間違いなく。あれは日本食レストランなのかな。さすがにようこそって書いてあるってことはやっぱり日本食ですかね。なんかブログの記事とかで見たやつは寿司とラーメンと焼肉みたいな、あのジャンルがバラバラのお店で看板掲げてるお店は気をつけろって書いてありましたまあちょっとどのぐらい信憑性があるかわかんないですけども、あれだって言ってましたね。外国人の方がやられている日本食レストランで、まあ、美味しい美味しくないじゃなくて日本人の舌は騙せないみたいなね、まあ、そんな感じで書いてありましたけど、ね、あ、本屋さん素敵。やっぱり少し歩くと暑いですね。でもまだ全然我慢できるような暑さ、ひとまず日陰を歩いていきましょう。では今ね、私はオスマン通り、この横はねオスマン通りっていう通りみたいで、これをもうずっとまっすぐ行くとね凱旋門が出てくるらしいんで、とことこ歩いていきたいと思います。今ねコンビニみたいなところにいるんですけども、これヨーグルトだと思うんですけど、これね 1.9 ユーロとかね、結構やっぱ高いですね。でちょっと私はですね爪切りをね今回の旅で持ってくるのを忘れてしまって、爪切りを探してるんですよね。ここら辺はジュース、ここら辺ワインですね。ここら辺がクッキーとか、これとか 0.75 ユーロらしいですけど、どっちみたいな。でもこの隣は 1.65 ユーロでね、マスクとかね 70% オフになってますね。消毒液とか使う人いないんでしょうね。もう
で、これのオイロが 1.25 ユーロ。あ、爪切りここら辺かな。あ、毛抜きがある。 9.5 ユーロ。毛抜きあるけど爪切りないな。なんでだろう。聞いてみましょうかね。でもここになかったらなさそうだな。あ、これお酒ですね。これビールだと思います。 1.2 ユーロ。あ、そんな高くないな。もっとベラボーに高いかと思ってたな。そうでもないですね。これ辺とか 1.65 ユーロゲットできました。まあ1000円ぐらいですね。ちょっと高いですけど、まあ、しょうがないとしましょう。ちょっとね、爪伸びてね、気持ちが悪かったんです。いや、ありがたい。あとなんか価格がなんか参考になりそうなもんあるかな。まあでも全体的にやっぱりちょっと高いかな。はい、ここら辺のシリアルが 1.8 ユーロとか 3.5 ユーロ、うん、コーラとかが 1.65 ユーロでしたからね。あ、ここはアイスですね。アイス、これで 3.1 ユーロ。あ、でもこっちは 2.3 ユーロですね。あ、でもそんなですね。もっとベラボーにもうちょっと高いかと思ってましたけど、はい。では無事ゲットできました。私が言ったのはこのモノップっていう、まあ、これ結構ね、近くのコンビニみたいなのね、探すと結構あるんですけど、はい、でたまたま通りかかったんで爪切りゲットしました。なんかね、値札間違ってたみたいで4ユーロぐらいでしたね。600円ぐらいですか。まあ最初10ユーロだと思ってたんで良かったですね。でここに PCR の検査場もありますね。ちょっと値段とかは全然書いてないですけども、やはりまだちょこちょこ見受けられますね。私も次の年ぐらいは確か PCR の、 事前検査3日前とかのね、証明書が必要だったと思うんで、私も取らなきゃいけないんですけど、街中にあるのはね、利用しやすくていいですね。ということで、まあコンビニね、ちょっと価格見ましたけど、コンビニなのかコンビニ、まあスーパーみたいなね、はい、そんなにべらぼうに値段が高くなかったですね。正直もっと高いと思ってました。はい、だからコーラとか 1.5 リッターで 1.65 ユーロぐらいだったんで、まあ300円、350円ぐらい、まあもちろん日本よりかは高いですけど、正直もっとね、高めだと思ってたんで買って帰ろうかなっていうのは冗談ですけども、まあそんなにね、あ、高えなってなるほどの値段ではなかったんで良かったですね。はい、いや、日向はちょうど良くていいですね。日陰は暑いです。フランス、今パリに来てますけど、今のところあれですね、英語は通じないっていうところはないですね。うん、まあお店とか飲食店とか、まあある程度英語喋れないとな、大変だと思いますよね。こんだけ観光客の方が来る街だったらね、うん、まあちょっとでもね分かればあれですね。やはり灰皿はニューヨークよりはるかに多いですね。お店の前に灰皿置いてある率が、そんな気がします。ですけどもポイ捨てしてる人も多いですね。これはでもどこの国も一緒なんだろうな。ニューヨークとかみんな灰皿の方が少ないんで、皆さんあれですもんね、ポイ捨て灰皿がないですからね。まずニューヨークで今灰皿あるところなんかあんのかな。昔私がタバコ吸ってた頃はまだホテルの前とかになんか簡易的な灰皿あったりしましたけど、今はもう全然だと思いますね。それすらも撤去されたと思います。いやー、街が美しいと歩いてて楽しいですね。いや、ちょっとね、運動もしたかったんで、こういう街ブラ本当に最高ですね。ちょっと見てる皆さんの方はつまんないかもしれないですけども、まあ、車通りも結構ありますしね、うん、
歩いてる人もちょこちょこいらっしゃいますし、まあ、お子さんとかも結構ちょこちょこ見るんでね、うん、まあ環境もそんなに悪くないと思いますね。これは何屋さんなの？香水屋さんっぽいね、はい、もう何でもロゴの下にパリスって入ってますけど、もうそれだけでおしゃれですもんねそれであと15分ぐらいですかね、凱旋門まで。ちょっとテクテク歩いていきたいと思います。いやー、パリの街ブラ最高ですね。もう見ててテンションめっちゃ上がります。はい、ということでさっきの橋から大して時間経ってないんですけど、はい、凱旋門が見えますかね。もうちょっと近づきましょう。よいしょ、見えてます。はい、凱旋門到着しました。あ、ちょうどこの反対側の通りに今いるんですけど、いや、いいですね、うん、よく見えるじゃないかな、近くで見るより。ちょっと後で向こう側にも行きたいですけど、いやー、初凱旋門です。すごい、やっぱクラクションがすごいですね、鳴り響いてますね。いやー、大きいですね。この大きさ伝わるのかな、ちょっと難しそう。めちゃくちゃ大きいですね。まあ、ちょうど通りの向こうにね、人歩いてるの見えると思いますけど、人のサイズがあれでこの凱旋門ですからね。いやー、すごい、モデルさんみたいな人がね、写真撮ってる人もいますし、記念撮影されてる方も非常に多いですね。はい、ということでちょっと向こう側の渡り方ちょっとね、はい、時間かかりそうなんで次の場所行きましょう。いやー、大きい。正直想像の20倍ぐらいでかかったですね、はい、こんな大きいと思ってなかったです。ということで、エッフェル塔行きましょう。で、この凱旋門からエッフェル塔までちょうどね、地下鉄がありましたんで、ちょっと乗るつもりなかったんですけど、まあ、せっかくなんで乗りましょう。で、非常にスリが多いということで気をつけましょう。出入り口でこんな感じでお水も1セント1ユーロで売ってるんですね。こんな感じで非常になんともおしゃれな感じですね。なんか弾き語りみたいなのもいるみたいですね。ギターかな。いや、非常にいいですね。なんか並んでますね。何に並んでんだろう。あ、これはもしかして券売機に並んでるんですかね。嘘でしょ。違うな、違う、あ、違いますね。あ、凱旋門のチケット売り場、びっくりした。凱旋門のチケット売り場に人が並んでたみたいですね。では、あれ、もしかしてここじゃないのかなあの、人が流れるように入ってたからもう電車はここだと思い込んでたけど違うんじゃない。あ、大丈夫大丈夫。メトロ M の文字がね、あの、こっちの地下鉄のマークらしいですね。では、ありました。ね、さっき出口出てきたのがそこなんですけど、その反対側にね、ありましたね。はい。見えてるかな。ここにね、M126 って書いてあるんですけど、まあ、フランスの電車はこの数字がね、あれになってるみたいですね。フランスの地下鉄はどうなんでしょう。カードタッチとかで入れないのかな。それだったらめちゃくちゃいいんですけどね。むしろそれが一番いいです。あ、でも皆さん買い方知りたいのかな。まあ、長期間いるとかになると
絶対多分何日間乗り放題パスみたいな買った方が絶対安いんですけど、渡道みたいに短期滞在だとそれを調べてる時間とかもめんどくさいでしょうし、タッチで行っちゃった方が楽ですよね。券売機めちゃくちゃ並んでる。はい、タッチできそうな場所はないですね。ということで今チケット並んでますけど買いましょう。では買っていきましょう。イングリッシュで、ちょっとね画像が荒れしちゃってますね。よいしょ。このチケットプラス、あ、ちょっと見づらいですけども、で、いやいや、フルフェアで1枚、あ、やっぱり 1.9 ユーロですね。で、このベリーデートっていうのが購入するボタンらしいですね。で、ファイト今2ユーロ入れました。レシートいります。ちょっとこれはね、あの向こう側の画質次第なんで申し訳ないですけど、はい、 OK です。無事購入することができました。じゃあこのね6っていう電車に乗っていきたいと思います。このチケットをここに入れる、で開くと、6番線は向こうですね。はい、ということで行きましょう。6番線はどっちなんだろう。6こっちなのかな。あ、でも6こっちって書いてある。もう一回チケット入れるのどうしようこれで。 でも出口って文字は書いてないから多分平気。これで出口だったらめちゃくちゃ面白い10分ぐらいチケット買うの並んで買って外出るっていう。一応あれですね、あの乗り換えと出口ぐらいの、あのフランス語覚えといた方がいいかもしれないですね。あ、大丈夫そうです。6番の文字が出てきました。6番の方に行きます。やっぱりあの地下鉄も治安が悪いと言われておりますけども、やっぱりそれはもうどこでも一緒ですね。うん、ニューヨークでも言われてますし、どこでも言われてますね。気をつけなきゃいけないっていうことを再認識するぐらいで、行き先がどっちか分かんないな、これ合ってんのかな。こんな感じになってます。これは駅のホームですね。で、私は6番の電車に乗って、でも行き先がねちょっとよく分かってないんで調べます。あ、ネーション合ってますね。ネーションっていう方面に乗ればいいみたいなんですけど、ちょうどねあの電光掲示板にネーションって書いてあるんでよかったです。これに乗って行きたいと思います。まあね、ベビーカー引いてるお子様、お母さんとかも乗ってるんで、やっぱりもうあれですね、気をつけなきゃいけない、それだけですね。ではちょっと電車来るまで待ちたいと思います。時刻表は確かないんですよね。でも本数は多いみたいな、確かそんな感じだったと思います。はい、こんな感じになってます。はい、なんかおしゃれな感じですね。では電車来ました。ちょっとこう言ったらなんですけど結構ボロいですね。はい、こんな感じの電車です。はい、乗り込みました。ちょっとどのぐらい乗るか分かんないですけども、ひとまず背中を人に向けた場所で乗っていきたいと思います。ちょっと座ろうと思えたら座れたんですけど、ちょっとやめておきました。クーラーが入ってないですね。めちゃくちゃ暑いです。ということでしばらく揺られたいと思います。私は今ね、この一番左の駅にいて、このフェリーバーとかね、まあ、ちょっと読み方わからないですけど、ここにいて、このビラケム、まあ、ここからね、歩いて行けるみたいなんで、ここで降りたいと思います。いや、本当にクーラーは入ってないんで、本当に暑いですしかもなんかさっきね、乗り換えかな、乗り換え待ちみたいなんで結構止まったんですよね。いやー、こんな感じなんですね、フランスの列車は。また日本の JR のね、良さが再認識できるぐらい、はい、JR ってすごいですね。では、到着です。はい、
こちらですね、ビラーケムってものかな。あ、エッフェルって書いてありますね。全然気づかなかったこれ電車の駅の下にもね、この文字あったんで、見ればエッフェル塔だよっていうことですね。ということで行きましょう。ソーティ、ちょっと読み方が分かんないですけど、あれが出口っていう意味なんですよね。ソーティ、あれが出口。あと乗り換えがね、何だったっけな、ボンテインみたいな、そんな感じになる。それだけ覚えてきました。ではどのぐらいエッフェル塔が近いんだろう。徒歩6分とか書いてあったと思うんで、とことこ歩いていきましょう。やはりありますね、はい、こんな感じで駅の乗り換え、駅の出口でエッフェル塔が売っています。あ、もうこの駅まで来たらもうすぐ分かりますね。もうエッフェル塔の看板が至る所に出ています。ここにもね、はい、出ます。出るときは何もない、改札もな、改札みたいな、まあ、出口の門がありますけど、やっぱり皆さん買う人いるんだろう、多いんでしょうね、はい、露店でエッフェル塔の置物がね、売られてますね。まあ、ここからはね、人の流れに合わせていけば大丈夫そうですね。多分皆さんエッフェル塔に行くんでしょういやすごいな、もうこの駅のお向かいのお店もね、レストランみたいになってるんですけど、普通にやっぱりテラス席は喫煙席みたいな感じなんですね。お、エッフェル塔見えてるあ、両替所もありますね。はい、映っておりますでしょうか。はい、エッフェル塔です。いやすごい。いや、ここからちょっと肉眼だと見れるんですけど、ここ多分登れますよね。人が見えますよ、ここから。すごい、見えます見えます。観光してる人が、手振ってる人がやっぱりいるのかな。そんな感じです。いや、エッフェル塔見れました。もうちょっと近づきましょう。ちょうどいい、ちょっと暑いかなぐらいで、まあ、寒いよりいいですね。ちょっと地下鉄はね、マジでクソ暑かったびっくりでした。あ、ここにお手洗いがあるんだ。並んでますね、お手洗い。確かお手洗いは有料だったはず。男女一緒なのかなあ、男女兼用なんだ。でもあそこは無料なのかな、トイレ。ちょっとお手洗いは行けるところで行っときたいですね。なんかフランスは有料だって聞きますね。いやー、ここもね、めちゃくちゃ美しいですね。いやー、フランス来れて嬉しいです。ということで到着しました。いやー、すごい。いやー、ここも大きいですね。めちゃくちゃ大きいですし、まあ、ここら辺の建物もね、もう素敵本当に。いやー、すごいな。で、これをずっとまっすぐ行くと入り口があるんですかね。あ、左側から入れるのかな。こんな感じで歩けます。で、どっち側だろうな、セーヌ川が、そこはセーヌ川かな、はい、セーヌ川のほとりを散歩したいっていう夢も叶えましたね。まあ、まだ叶ってはないけど、多分すぐそこで行けるでしょう。ここは本当にすごい人ですね。この出入り口は何なんだろう。エッフェル塔の出口なのかな。あ、そうっぽいですね。あ、ここはもうすぐ行くとエッフェル塔のエントランスがあるみたいな、そんな感じでしょうかね。はい、エッフェル塔エントランスって書いてありますね。まあ、ここ向こう行くと登れると。まあ、今回私はね、登りはしませんので、まあ、見れてよかったですね。もうちょっと足元からはっきり見える場所は行きたかったですが、ちょっと分かんないな。ということでエッフェル塔、いや綺麗に見えました。ということで、ちょっとセーヌ川のほとりを散歩しつつオルセイ美術館に行きたいと思います。ちょっとやってないみたいなんですけど、まあ、そっちの方を歩いていきたいと思います。セキュリティの人がね、かっこよすぎますよね。なんだっけセグウェイでしたっけ、乗ってますね。ということで行きましょう。
ちょっと川のほとりでも歩きながら行きたいですね。いやーマジ素敵すぎるすげー。でもいろんなところにあれですね、露店みたいなのがあるんですね。歩けるんだセーヌ川のほとりを。いやー夢叶いましたわ。ということで1ユーロかかるお手洗いに行きましょう。まあなんかお金がかかるんだったらなんかある程度綺麗なんじゃないか説がね思いますよね。どこにあるんだろうということでお手洗い行ってきました。あそこにね、あの入り口にね人が立ってるんですね。あの方に払うんですね。なんか私あの自動販売機のあのお金を入れるみたいなそういう感じかと思ったら普通にあの人が立っててその人に払って利用する感じなんですね。まあお手洗いはまあすごい綺麗かって言われるとまあ普通でしたねはい。まああのすごい綺麗だったらねあの動画の撮りがいがあるんですけどあんまり綺麗じゃなかったんでやめましたはい。であの思った以上にねあのドアが開いてるんで恥ずかしいですね。斜めからだと後ろから結構見えると思います。はい、これがセーヌ川ですね。いやーセーヌ川のほとりを散歩するという私の夢は叶えましたね。あまあちょっと一人なのは寂しいですけど次回は家族で来たいですね。ということでここからオルセイ美術館の方向に、おすごい気持ちいいんでねちょっと歩きましょうかね。歩いていきたいと思います。いやーずっとセーヌ川のほとりを歩いてちょっと並木道みたいなところを歩いていますけども本当に気持ちいいですね。はい、めっちゃゆったりした時間が過ごせて非常に大満足です。そしてねもういろんな建物が綺麗で絵になる、このフランスでもプロモーションビデオを作りたいぐらいですね。まあ、今回はねあの3日間の滞在しかないのでまあ、そんなにあの時間は取れないんですけどもまたいつかやりたいですね。ということでオルセイ美術館のそばに行ったらちょっと遅めのお昼にしましょうかね。ということでしばらくテクテク歩いていきたいと思います。ということで今オルセイ美術館の前あたりにいます。よいしょ。今ちょっとねやってないみたいですけどもちょっと建物が見たくてやってまいりました。やっぱりめちゃくちゃ美しいですね。いやー来れてよかった。もうあの川の向こうの建物も何ですかねめちゃくちゃ素敵だ。こちらがオルセイ美術館です。ということで、このままもうちょっとねまっすぐ歩いてお昼にしたいと思います。いや本当に私の行きたいところだけを行くこのお散歩動画をお付き合いいただいてありがとうございます。やっぱりをね満喫させていただいておりますね。ということでもうちょっと歩いてねお昼のところに行きたいと思います。まあ、ブロガーの方のあのおすすめでランキングが上位だったところに行きたいと思います。パリのねまあ有名なところ食べれればなと思っておりますので、ではレストランまでもうちょっと歩きたいと思います。いやー街歩き最高ですね。パリは初めてニューヨーク来た時みたいなワクワク感が止まんないですね。ではね店内に入っていきました。メニューはねなんかね QR コードでも見れるみたいですけどまあ私はねくれました。まあ、これを見て注文するということで、あのねステーキのタルタルっていうのがねフランス料理有名らしいんで、まあ、フランス料理がフランスは有名みたいなんでそれをね注文したいと思います。でねあの QR コードで注文するっぽいんですけど私のテーブルの QR コードがねないんで今聞いたんですけど来ないですねよくわからない。まあこんな感じでねあのコースメニューとかもあって、まあ、これ Google 翻訳で訳すと23ユーロで
まあ、コースを楽しめるみたいな、まあ、これランチメニューみたいなもんだと思うんですけど、まあ、その画像もちょっとこれに出してたんですけど、まあ、ステーキのタルタルを、ね、ちょっと食べたくて来ました。ちょっとね、店内お店ね、見つけられなくて最初通り過ぎちゃったんで、ちょっと帰りにね、外観とかお見せしますね。ここもブロガーの方がね記事にしてたお店で非常に良さそうだったんで、ここにしました。いや、フランスっていうのは店内がちょっと厚めなのかな。レストランの中もそこまで涼しくないですね。では注文して待ちたいと思います。これね、天井なんですけども非常にかっこいいですよね。店内はね結構お客さん入ってるんで、ちょっとね人が入っちゃうと申し訳ないんで、でも非常に雰囲気のいいね空間となってます。ちょっと暑いですけどね、はい。まあ、これがフランス流なのかもしれないですね。アメリカみたいにクーラーガンガンみたいな感じじゃなくて、まあ、ある意味良かったかもしれないですね、はい。お水が来ました。ちっちゃいのと大きいのって聞かれて、一応まあたくさんめちゃくちゃ喉乾いてんで大きいのって言ったらめちゃくちゃでかいの来ました。まあ、これは多分、ね、間違いなく有料ですねまあいいでしょう。それでは到着しました。じゃん、準備くらいですか。これが、ユッケのね、モコモコらしいですね、はい。ということでちょっと食べてみたくて今回来ました。これを注文すると、これとパンですね、フランスパンっぽいのとポテトフライがついてきました、はい。ということでいただきましょう。こんな感じでしょうね。やっぱりこれは混ぜた方がいいのか。いただきます。うん、あ、おいしいこれ、うん。ユッケの具現になったってのはなんとなくわかります、うん。玉ねぎとか大葉とかが一緒に混ざってる感じですね。で、牛肉は生なんですね、うん、生肉。これめちゃくちゃ美味しい。大正解ですね。で、あとパンですね。パン、これもなんかフランスパンみたいな感じですね。美味しそう。うん。パンうまいですね。こんなところでしょうかね。はい。いや、このステーキのタルタルは本当にめちゃくちゃ美味しいですね。いや、非常に美味しかった。ということで、あとはゆっくりいただいて出たいと思います。今ね、お手洗いをしに2階に来てるんですけど、いや、すごいですね。フランス、パリって感じですね。ちょっとこれは誰のものかわからないですけど、こういった感じで非常にいい雰囲気のね、レストランになってます。ということで、会計も終わりましたんで出ましょう。ということで、レストランから出てまいりました。非常に良かったですね。ちょっとね、いきにね、店見つけらんなくて迷っちゃったんで、そのまま入っちゃったんですけど、今ね、食事したのはこちらのお店です。カフェ、あ、ちょっと読み方忘れちゃった、はい。ちょっと概要欄にお店は載せておきますけども、まあ、非常に美味しかったです。ちょっとね、エスカルゴもいただきたかったんですけど、残念ながらね、今日はもう売り切れっていうことでしたんで、まあ、ちょっと残念であります。今ね、周りで声してるんでごめんなさい、ちょっと離れてから話しましょう重機だはい、ということでエスカルゴもね、いただけるそうなんですけども、残念ながら売り切れということで、またのチャンスに食べたいと思います。いや、めちゃくちゃ美味しかったですね。で、料金がですね、ステーキとポテトのセットで、あとお水も入れて30ユーロということで4500円ぐらいですか。ちょっとすげえ適当に計算してるけど、計算もしてないぐらいですけどまあでも非常に美味しかったんで、とても良かったですね。ということで、今ね3時ということで、どうしましょうかね。ちょっとこれから行くところ考えたいと思います。今ね、ここがどこら辺にいるかも全然よく分かってないんでね、はい、ちょっと次の場所を調べます。ということで、ここからね、歩いて15分ぐらいの距離のところにパンテオン宮殿があるみたいなんで、パンテオン宮殿を見に行きたいと思います。ということで、パンテオン到着しました。いやー、こちらも想像してる10倍ぐらいでかいですね。今ちょっとね、通りの向かい側で
撮影してるんですけども、いやめちゃくちゃでかいですね。いやテンション上がりますねこれもすげえ。これを昔の人たちはどうやって作ったんですかね本当に。いやすごいな、本当に圧倒されますねこれは。あーすごい、いやこれは見に来てよかったですと本当に大きさを伝えたいけどやっぱり映像だと伝わらないですよね。まあ、中の方にね立ってる人いらっしゃると思いますけど、はい、サイズ的には本当にこんな感じです。めちゃくちゃでかいですね。こんな感じですかね。いやーめちゃくちゃでかいしかっこいいし、いやー素敵です。いやーいいですね。ちょうど中がね日陰になってるんで休憩されてる方もたくさんいらっしゃいますね。ということで、いや本当に来れてよかったです。ということで今日のところはねちょっと疲れましたんで、そろそろホテルの方にね戻りたいと思います。結構ねここホテルから離れた地域まで来ましたんで、はい、ちょっととことこねホテル戻りたいと思います。それでは一回ねホテルに戻ってちょっとねシャワーを浴びてきました。いやねめちゃくちゃ汗かいてしまって、またねちょっと疲れちゃったんで、はい、一回シャワー浴びてまた外出てきました。今ねまだ結構明るいんですけど、時刻はね、7時26分、ちょっと映ってないかもしれないですけども、もう夜なんですよね。いやー日差し強い、すごい強いですね。この時間でもこんだけ日差しが強いということで、本当に夜の10時ぐらいまでね外で観光できるんですね。だから逆に夜景とか楽しみたいときはあれですね、なかなか暗くならなくて大変ですね。ちょっとねどこに行こうかなって考えたんですけども、いやねちょっとしばらくね洗濯をしてなくて、もう明日の下着がないぐらいまでねなくて、あやばいってなりましたんで、ちょっとねこのパリでコインランドリーに行きたいと思います。まあ、ひとまずね今回初めてパリに来たんですけども、行っておきたい場所はねとりあえず今回全部回れましたので、ひとまずね、はい、これからの、ね、旅の準備ということで行きたいと思います。でここのヒルトンパリオペラからですねだいたい10分ぐらい歩いたところにね、ランドのマット、まあ、コインランドリーですね、まあ、あるみたいなので、ちょっとね、そことか歩いて、まあ、どっちかというとね、まあ、どっかに行くっていうよりかはこのパリの街をね、目に焼き付けておきたい感じですね。はい、ということでちょっとテクテクね歩いていきたいと思います。いやこの時間でもね結構暑いんで、あれですね、朝方は結構冷えるけど、まあ、夜はね夜遅くまでね結構暑い時間が続く感じですね。それでは到着しました。こちらはランドロマットですね、まあ、コインランドリーですね。ちょっとフランス語読みは何て呼ぶのかわからないです。ということで行きましょう。中はこんな感じになってます。空いてるのここですかね。何リッターまで行けるんだろう。まあでも、まあ、大してないと思うんで大丈夫だと思います。これで行きましょう。ではいや本当に前回ニューヨークで洗濯して以来してないんで量的にはめちゃくちゃありますね。まあ先ほど言ったと思いますけど、ひとまず、普通のやつはね60度でいいですよな、はい、ポケットの中を。ここはね料金はねあれなんですよ、ニューヨークとかここにここでコインとかをね入れたと思うんですけど、フランスはねこっちにね機械があって、機械であれするみたいですね。ではどんどん入れていきましょう。これ全部洗濯物です。やばいですね。いやなんか今まで全部の空港で、あ空港じゃないホテルでありますかみたいな感じで聞いてたんですけど、やっぱりどこでもないって言われちゃいまして、まああるホテルをね事前にピックアップしていけばいいんでしょうけど、
まあでもね、わざわざコインランドリーあるなしでホテル決めるのもあれですし、できれば皆さんに見せたいなと思うホテルに泊まりたいんで、いやでも今日来れてよかったな本当に。投入完了。まあ、使い方はね、いつも Google 検索で使い方をいつも見てますんで、今回もGoogle 検索でね、コインランドリーの使い方、ネットがあればね、何でもいけますわね。投入マークある左から、予洗いを、本洗いを、洗剤入れていきます。日本から持ってきた洗剤を入れてます。あ、ここは両替機とかもあるんですね。で、洗剤入れて、確か、まあ、60度で OK ですね。ってことで、洗濯入れ終わりましたんで、お金を払いに行きましょう。こっちは難しいことはないですね。これ60度に合わせて洗濯物を入れて閉めて、で私は4番なので、こっちで、あ違うな、あれどこだお金払うのどこだろう、こっちか、あやっぱ、ペイメントって書いてあるんでこれですね、はい、これ両替機じゃなくて支払い機だったんですね。まあ、ちょっとここら辺ね、Google 翻訳しながらやりましょう。わからん。まずね、マシーンの準備をする。まあ、あれですね。で、キーパッドに番号を入れる。これですね。私は4番。こうかな。あ、出ましたね。はい。4番で6キロ、4.5 ユーロってのがね、ここに出ます。はい。出ます。ですね、これを払っていきましょう。お金は5ユーロ、10ユーロ、お札も使えるみたいですね。カードが使えないみたいなんで、あ、20ユーロとかも使えるんだ。確か5ユーロが、持ってない、あ、5ユーロあった。5ユーロ入れてきます。あ、入りました。で、これで問題がなければ、回るはず。これで OK ですね、はい、ちょっとビビりましたけど分かりづらくて、やはり Google のね、 Google 翻訳あればいけますね。ということで無事ね、私4番の機械なんですけども、はい、動いてます。で、時間は20分って書いてありますね、はい、でちゃんと回っておりますんで良かったです。ということで、洗濯してね、乾燥まで行きたいと思いますんで、まあ1時間ぐらいかかると思いますけど、ちょっとここら辺でゆっくりしたいと思います。では帰ります。ということで出てまいりました。いや外はね、まあ先ほど言った通りまだね、ちょっと暗くなったぐらいで、まだ全然ですね、歩いてから方も結構いらっしゃるんで、よかったよかった。ちょっとね、帰り暗くならないかちょっと心配だったんですよね。ということで明日ね、もうパリの中心地離れますんで、いや目に焼き付けておきましょう、パリの夕焼けちょっとレンズ越しだと夕焼け見えてないかもしれないですけど、軽く染まってきてるんですよね、はい、非常に綺麗です。それでは景色見ながらホテル帰りたいと思います。ということで夜のね、10時になりました。今日のところはですね、こんな感じで、休みたいと思います。いやー、今日に関してはね、フランス、かなり歩いてね、回ったんですけども、いや、非常に楽しかったですね。今日のところはですね、こんな感じで終わりたいなと思います。ということで、また明日です。おやすみなさい。ということで今回ですね、ヒルトンパリオペラホテルね、2泊お世話になったわけなんですけども、いやーこのホテルね、めちゃくちゃ良かったですね。正直ね、来るまでね、ラウンジがどんな感じなのかね、全然事前情報がねなくて、どんな感じなんだろうなんて思ってたんですけども、まあ、こちらね、本当にヒルトンダイヤモンドステータスね、持ってる方は朝食も利用できますし、ラウンジも利用できるということで、またね、ラウンジにはまあワインとビールぐらいしかないですけども、それでもね、無料でアルコールね、いただけるっていう風になりますんで、ダイヤモンドステータスね、保有されている方はかなりね、
ステータス特典受けられるのではないのかなと思います。またね、客室ですよね。今回カテゴリーの低い部屋を予約して、アップグレードはねちょっと満室なんでできませんっていうねホテルからの話が、メールで事前にねわざわざいただけて、非常にね丁寧な対応をいただきました。ちょっとねチェックインの際にねよく分かんなかった部分はあるんですけども、このね物価の高いパリで、しかもこの客室の広さね、本当にここのスペースね、めちゃくちゃ広いんですよね、ベッドとこのバスルームの間。ちょっとね、ドアの前がドアの前がベッドっていうのはね、ちょっと気になる方いらっしゃるかもしれないんですけども、私は全然気にならずに、かなりね、有意義に使うことができました。いや、本当にね、ありがたいですね。ということで、今日のところはですね、これからね、別のところに移動いたしますので、今回の動画ね、一旦これ動画ね、区切らせていただきたいなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。